瀬戸康史の動画。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。今回はですね、こちらマウスについてのお話でございます。こちらのマウスはですね、私が1ヶ月くらい前に購入しましたロジクールの G502 ヒーローというですね、まあ結構ね高性能なマウスでございます。これをね1ヶ月くらいまあずっと使い続けてきたんですけれども、昨日ぐらいかな、ようやく自分の中で答えやっと見つかったのって感じだけど、お前1ヶ月何してるのって感じだけど、やっぱねこういうね高性能なマウスね、見るからにボタンがすごいいっぱいあるでしょ。こういういっぱいボタンあるマウス便利なんだけど、便利なだけにですね、やっぱカスタマイズもいろいろできて、やっぱ自分なりの設定にたどり着くまでに時間がかかるっていう、まあデメリットあります。僕がね今までねずっと愛用してきたこのマウスあったんだけど、これ非常にシンプルで何も考えなくていいんだよね。うん、そういう意味ではこういうシンプルなマウスすごくいいんだけど、やっぱねボタンいっぱいあった方がさ便利なシーンってあるわけよ。あとでマインクラフトの話もたっぷりしますけれども、そういうねゲームとかやるときに非常に便利になってくるわけ。むしろ便利というか有利になってくるわけね。もう1ヶ月ぐらいずっとですよ、もうこいつをどうすればいいのかなっていろいろ考えながら使い続けてきて、昨日やっとですね理想の使い方、僕なりのですよ、あくまでも僕自身の使い方でありますけれども、あこれはいいという使い方を見つけましたので、これを皆さんに共有しておこうと思います。それでは参りましょう、瀬戸康史の動画。はい、まずはですねこちらの G502 ヒーローの基本的な機能についてお話ししておきたいと思います。知らない人もいるだろうからね。はい、見た目がこんな感じです。すごいゴツゴツしてますよね。ボタンいっぱいあるように見えますよね。いっぱいあります、実際いっぱいあるんですけど、じゃあ一個ずつ確認していきましょう。まずは左クリック、右クリックね。でここにホイール、でこのホイールは今はいすごいシューンって回るでしょ。すっごい回る、すっごい回るでしょ、プーンって。でここカチッと押すとこのラッチっていうんだけど、あのこのクリック感がある、コリコリコリ、1コリ K 選手、すみません、このコリコリ感があるやつとこれを押すとくるーって無限に回るやつね、これを切り替えることができます。はい、これ横から見てます。ボタンここねうっすらね G4 って書いてあるの。 G4G545 ね、ここペア45、あとは、ここに、78ってあるの、78で、ここにシフトっていうボタンがあります。で、ここに GQ っていうボタンがあります。以上です。なので、全部で、1、2、3、4、5でしょ？サイドに5個。で、ここに G9 の6。で、7、8。で、ここも押せるから9。ぐらいって感じです。ボタンがたくさんついてるゲーミングマウスっていうのもたくさんあるんですけれども、私がなぜこの G502 を選んだかっていうと、やっぱね、このボタンの押しやすさ。見て、こうポッて持った時に、親指がすぐこう、スッスッスッってここね、ここのペアのボタン、あとはここのペアのボタン、ここはちょっと人差し指曲げなきゃいけないんだけど、こうね、ここのペア、あと親指のここのペア、あとここのシフトね、これね、ここがね意外と押しづらくて、マウスもねこうやって握って持つ人だったらここ押せるけど、俺ねこんな感じで持つのよ。これもだから人によって違うから、店で触るのが一番いいです。で僕はこういう持ち方をするの。なんかつまみ持ちっつうのかな、こう持ち上げてこういうつまみ方だから、ここのシフトっていうのはちょっと実際私は使ってません。主に使うのはここここでここここで、ここもねほらインジケーターがついてますよね、ここね、これは DPI 後で説明しますけど、これでこうマウスのカーソルの速さみたいなやつ、 DPI っていうのはそれをこう速くするか遅くするかみたいな、ここで切り替えるみたいな。そして当然のことながらこれらのボタンに自分の好きな機能を割り振れます。今俺ここで DPI ダウンアップって言ったけど、別にここを、ウェブブラウジングするときにね進むとか戻るとかにしてもいいし、あとは、コピペコントロール C コントロール V コピペを割り振ってもいいし、あとは自分の好きなゲームがあるんだったらそのゲームにね合わせてここで打ってここで防御するとかここでしゃがむとかね、いろんなことを割り振れます。そしてさらにこの G502 のすごいところは何かと申しますと、これはもう目玉っていうかめっちゃ便利だから、俺本当にこの機能本当すげえようできてんなと思ったんだけど、アプリケーションごとにマウスのボタン配置が自動的に変わるっていうセッティングができるの。だから例えばですね、ネットサーフィンしようっつって Google Chrome 開くじゃないですか。そしたらここは進むと戻るんだと。でじゃあネットサーフィンやめた、マイクラしようってなったら、ここはマイクラの俺の場合視点変更とかを割り振ってるんだけど、そういう設定になる。それ自分で設定しなくて勝手になる。これもむちゃくちゃ便利です。じゃあ次はそれを設定していく段階なんですけれども、今僕が言ったアプリケーションごとにこのボタンの配置が切り替わるってやつ、どうやってやるのって言いますと、こちら、
ロジクールのページにありますロジクールゲームソフトウェアってやつを、まあ Mac でも Windows でもね両方あるから、それを自分でダウンロードしてソフトウェアで、自分でセッティングして、切り替えていくってことになるんですけれども、実は私このロジクールゲームソフトウェアアンインストールしました。昨日まで使ってました。昨日までずっとねこの G のねロゴのやつがここね下にあってさ、ずっと使ってそれでセッティングしてたんだけど、うまくいかなかったのよ。俺が引っかかるところがあって、でずっと悩み続けて、今私が使ってるのは何かというとこちら、Mac のシステム環境設定ね、ここに入ってます。ステアマウスっていうね、これ有料の1980円だったかなのソフトウェアで、マウスをコントロールするやつ、こちらねステアマウスのホームページなんだけど、ここにねこういろいろダウンロードの仕方とか機能が書いてあるけれども、ここにねおすすめマウスって書いてあって、ここに書いてあるマウスに関しては、対応してるらしい。でここねロジクールねワイヤレス MX マスター 2S とかね、こう高級マウスですね、高級マウスがいろいろ並んでます。でここ見てください、ほいG502 ヒーローありますね、これです。これこいつもステアマウスさん対応してます。ちょっとここのマウスの絵はね違うけれども、しっかりここ今ボタン配置ね、左ボタン、右ボタン、ミドルボタンってあるけど、これ見てください。G4、G5。はい、さっき説明しましたね。ここです。G4、G5 ね。で、シフトは、ここね。今何もしないになってますけど、G4、G5 ね。シフト。で、G7、G8 はここです。で、次のページがあって、はい、G9。ここね。G9、ここ。で、ホイールの右左のスクロールも対応してます。で、これも、ちゃんとどれぐらいの速さで動きますかとかっていうのめっちゃ細かくできます。なので結論としまして、私は全部ステアマウスにしました。でこっちのロジクルゲームソフトウェアは入れてません。これ純正のソフトウェアだから入れないと動かないんじゃないのって感じしますけれども、私の今のところ使ってる感じとしては、これ入れずに全部ステアマウスで設定しても問題は全くありません、はい、もちろん微妙な差はあると思うよ。例えばカーソルとかね、これで加速度とか感度とか設定できるんだけど、まあ本当に微妙な動きとか挙動とかを気にする人とかだったらこっちの純正で設定した方がいいっていう人もいるかもしれないけど、俺はまあそんなにシビアな PC ゲームとかやってるわけじゃないし、普通に使う分には全く問題ありません。瀬戸浩二の動画で、私瀬戸浩二はなぜ純正のロジクールゲームソフトウェアを使わずにステアマウスに乗り換えたかと申しますと、先ほど基本的な機能というところで言ったそのアプリケーションの切り替えで一点引っかかるところがあったんです。それがこちらマインクラフトなんですね。大抵の例えばプレミア立ち上げたらプレミアの設定になります、あとは例えばクロームでブラウジングしようってなったらクロームの設定になりますっていう設定はこのロジクルゲームソフトウェアで普通にできたんだけど、マインクラフトだけができなかったので、俺実際に昨日ツイートとかで聞いたりとか、あとそのツイートで聞く前に結構ネットで調べたりとかしてたの。マインクラフトがなんでセッティングが難しいかと申しますと、いきますよ、立ち上げますよ。マインクラフト立ち上げました。はい、ここにポンポンって飛んでますよね、土ブロックが。で、マインクラフト立ち上がりました。ね。で、じゃあゲーム C をプレイ押しますよ。プレイ押すと、はい、これ、この Java っていうやつが立ち上がって、ここでこのゲームが立ち上がるわけです。このマインクラフトのこっちのアプリ、これは簡単に追加できるんだけど、こっちの Java、 これがねどうしても追加できなかったの。でね、あのいろいろ調べてね、あの Twitter とかで聞いたりしてると Windows ではねできるのよ。 Windows 実際どうやるかっていうと、ここのマインクラフト立ち上げます、起動オプションってところで、ここね最新バージョンってありますよね。でここポンって押すと、Java のパスの指定っていうのがあって、でここをポチッと押します。はい、そうするとこれ Java ってね、ちょっとこれこうするけど、Java っていうのは出てきます。でこれを、ロジクルソフトゲームソフトウェアの中に登録すれば、ここのじゃあ Java が立ち上がった時にこのマインクラフトのボタンね、ボタン配置になりますよっていう設定ができる。普通に Windows だとできるんだけど、この Mac だと俺も何回やってもできなくて、ああこれは多分なんかソフトウェア上のあれか、それとも Windows と Mac の仕様の違いとかね、まあいろいろあるんだろうなと思ってもう諦めてた。で昨日よ、ふとねこれステアマウスでちょっとやってみたのよ。まさかこれねロジクールの純正でできなくてこっちでできるってことないだろうと思ってやってみたらできたすごいないと思って、できんのってなって、ほら Java ってなってるでしょ。ここ例えば G4G5 見ててね、 G4G5 これは進むと戻るのね、コマンドのこの格好で進む戻るの設定になってるんだけど、これデフォルトねなってるんだけど、 Java にすると、はい、F1 と何もしないになってます。 J
Java が立ち上がった時に、つまりマインクラフトね、マインクラフトのゲームが始まった時にこの設定に自動で切り替わりますよっていう設定ができてます。じゃあ実際にやってみましょう。今私 Google Chrome にいます。 Google Chrome で進む戻るボタン、俺ここにやってるんで、これが戻るかな、戻る、はい戻りましたね。で進む、はい戻る、はい進む、はいできてますでしょ。でじゃあこのままこのままいきますよ。 Java 立ち上げます。でマインクラフトになりましたね。はいこうします。じゃあここさっき進む戻るだったよね。パッ、はいこれは下の全画面が全部こうなるってやつ。先ほどの進む戻るボタンが全部なくなって、マインクラフト用のセッティングになってます。あとはここの G4G5 にはほらこういうね、これは F5 が割り当てられてます、視点切り替え。でここ、これは F3 っていうね、自分のこのデバッグ情報を出す F3 のボタンで、これで視点切り替え、こういうボタンが自動で割り振られてます。じゃあまたブラウザ戻ろって、ブラウザ戻って、じゃあ進む戻るボタン、はい機能してますということで、自動でもうマインクラフトとブラウザ切り替えることができます。これもともとね、この Windows の人とかは普通にできるんだよ、この純正のソフト使えば。ただ Mac ではこのマインクラフトは多分できない。ターミナル立ち上げて細かいコマンド打ってさ、なんか中身をいじるやつでならできるらしいんだけど、このステアマウス使えばそんなことしなくても簡単にできます。瀬戸康史の動画、あと1個あります。これね、本当ね、俺みんな聞きたいんだけど、マインクラフトやるときにこのアイテムの切り替えね、ここの今ホイールありますでしょ、ホイールいきますよ、コリ、石レンガの階段ありました、コリ、トロッコ、コリコリ、このラッチモードにして、このコリコリコリって1コリで1コリで1アイテム移動したいのね。1コリで1アイテム、1コリで1アイテム、これが俺のやり方なの。すごい便利でしょ、パッパッパッパとかね、これでずっとやってきたのね。でもこれがハイシエラぐらいかな、 MacOS のハイシエラかモハベか分かんないけど、あるところからできなくなったの。ほら見て、いきますよ、1コリ、ほら行かないの、1コリで行かないの、ほらアイテム動かないのよ。でじゃあアイテムどうやって動かすのかなってなったら、ほらちょっと加速つけなきゃいけないみたいな。だから1個とか2個とかにいっちゃうから、こう狙ったアイテム全然いけなくなっちゃって、これになっちゃったの。このねマイクロソフトのマウスでも同じようになります。これもラッチ付きのね、このコリコリマウス、コリコリホイールなんだけど、このコリコリホイールもこの Mac で突然できなくなったの、ハイシエラぐらいから。だからこのマイクラの時はこのホイールの回転をここモード、低速モード、この1コリで1行動くっていう、この低速にするとさっきのアイテムが1コリでなるの、これね、1コリで1コリで1アイテム動くのね。でこの1コリ1アイテムがこのロジクールのゲームソフトウェアでも、まあ多分これ多分できないと思うんだよね、多分その設定がなかったから、もう完全にステアマウスでいいじゃんってなったの。だってこのアプリケーションのね、マインクラフトの切り替えもできる、しかも1コリ1アイテムもこっちで低速スクロールで実現できるということで、あれこれいらねえじゃんってなって、これのソフトを全部アンインストールして、私は今全部ステアマウスで運用することにしています。瀬戸康史の動画ということで、最後にこの紙ソフトウェアステアマウスの基本的な機能をざっくり紹介して終わりたいと思います。はい、画面はこんな感じで、インストールすると先ほども言いましたが、このシステム環境設定のところに入ってきます。はい、でこれでこう立ち上げて、ここね、先ほどやりましたが、ここにアプリケーションをいろいろ設定できます。で追加するにはこの編集をします。でここで、今僕はこの Java しかないですけど、これはプラスってやると、はいこういうのが立ち上がって、自分の好きなアプリケーションを選択すれば、それがここに入るということになります。この絵の上にカーソルを置いてマウスボタンを押してくださいと。だからここのマウスの上にカーソルを置いて押します。ほら左ボタンついてるでしょ。でじゃあ G4G5 ほらここね、 G7G8 これねみたいな。だからボタンの名前を把握してなくても、このマウスボタンの絵にこうやって置けば、こうやって設定できます。じゃあ G5 に何か設定しようってすると、こうやってこうなります。で今何もしないになってますけど、ここにほらいろいろね、ショートカットで、なんか入れたいなとか、 Mac の機能を割り振ったりとか、あとはまあほんといろ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 できる、うん、でも主に使うのはこのショートカットだね。ここに F1 とか F5 とかね、いろんなボタンを入れるわけですよ、はい、で次ホイール、ね、ホイールはこれなんか上に回転と下に回転別々でこうできたりとか、俺はそこまでやんないんで、ここで縦に回転するときの挙動をこうやってやったりとか、もうあとはもう
ソフト使ってみてくださいって感じね。この組み合わせっつうのは、例えば G4 と G5 を同時に押すとこうなるみたいな、そういう組み合わせ設定するって、もうそれちょっと複雑すぎるから覚えられないから、これはやってないんです。ただそういう複雑なこともやろうと思えばできるっていうね、この奥深さ。で、カーソル。ここが大事だね。こうかなりこの加速度と感度っていうのがあって、まあこれも自分でね、こうくる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 しながら、あの微妙に微調整して、まあ俺は今のところこれになってます。で、デバイスっつうのは、あ、これ、最初に言った DPI。これドットパーインチっていうのはね、1インチ動かした時に何ドット動きますかっていう設定なの、ね、で、ここもこれデフォルトにした場合の俺のボタンのセッティングで、ここが DPI ダウンアップ、ここね、ほら光ってますでしょ。 G7 と G8 でダウンアップになってますね。この DPI ダウンアップっていうのが何かっていうと、これ今2400になってます、デフォルトがね。で、じゃあこれでこうすると1200になります。ほら動きがこれ1200で、アップすると速くなって2400。これで PC ゲームとかする人はここでね、パッて切り替えたりとかしながら、素早く動きたい時と遅く動きたい時をこう自分で切り替えながらやるらしいのよ。で、これを追加することもできます。ほらこうやって追加して、じゃあここは7000にしようとか、こう12000って、12000とかでも動きすぎて操作できないと思うけど、まあ、こうね、こんな感じにしてね、こういう風にすればもっと速い設定にできたりとかできます。で、これでこう削除、まあこれいっぱい設定したい人もこれできると。これもね、純正のやつでもできるんだけどね、ステアマウスでもできると。もう完全にだからロジクールロックオンなのよ、ステアマウス。ほらロジクールばっかりでしょ、おすすめマウスが。だからロジクールのマウス使う人は、あのこの純正のやつ嫌な人はもうステアマウス使ってくださいっていうことだと思う。で、これをアプリケーションごとに全部セッティングしておくと、そうすれば自動で切り替わるから、もう天国のような非常に楽しいマウスライフが始まるわけです。これ今度ね、ワイヤレス版も出んのよ。これ買うかどうかちょっと迷うんだけどね、この有線、この有線のこいつの信頼性っていうのがあるからすごい高いんだけどね。ワイヤレス版もこいつ出ますから、いやー楽しみに。ちょっとあーって買っちゃうかな、出たら一回買ってみるかな。瀬戸康史の動画、はい、というわけで長々と語ってきましたけれども、こちらのマウスの操作性がアップするということはですね、このパソコンで作業するもう全ての、もう音楽作る人でも、絵を描く人でも、ゲームする人でも、動画編集する人でも、全ての人にメリットがありますので、ぜひこちらの G502、 そしてステアマウス、チェックしてみてはいかがでしょうか。以上、瀬戸康史によるレビューでございました。じゃあな。